レトロニュース。どうもスリカワ大好きひょうたんです。拍手。大阪メトロでは2025年の大阪・関西万博会場への来場者輸送を見据えた自動運転バスなどの実証実験を行っていたんだけど、みんな知ってた？万博会場を想定した専用のテストコースを整備して、テストコースや周辺の公道で自動運転車両の走行実験を行ったりしていたんです。テストコースの広さはなんと約5000平米。専用のコースを作るなんてさすが大阪メトロ。2022年3月から4月に1回目の実験をした後、よりバージョンアップした内容で2022年12月から2023年1月に2回目の実験を行ったんだけど、今回はその取り組みについて紹介するね。こちらが実験を行っていた自動運転車両。テストコース内を添乗員の操作なしに完全に自動で運転する実験を行っていたんだ。見た目は小型のバスだけど、車内は意外と広くて快適そうだね。こっちの車両はさっきのバスよりも少し大きくて、必要があればドライバーが運転操作を行うこともあるけど、基本的には自動で運転しているんだ。自動運転の実験の他にも e メトロアプリで実証実験の体験の予約を行えたり、バスの車内で顔認証システムの実験をしていたり、それぞれのバスが正常に自動運転しているかなどを離れた場所から監視する遠隔監視システムの実験をしていたり、大阪メトロが目指しているシームレスで便利な交通の実現に向け、最新技術を取り入れながらいろんなことに挑戦しているんだね。近い将来みんなが乗れるようになるのが楽しみだね。僕も早く乗ってみたい。今回の話はここまで。この後はおすすめのお出かけ情報を紹介するね。お楽しみに。大阪メトロマニア。本日紹介するお店はフランスの歴史あるクラブで最高評価とともに審査員特別賞を獲得したデュブルベボレロ。ショコラティエとしての専門的な知識や技術を習得したオーナーシェフが一つ一つ手作りしているショコラ。ボンボンショコラは美味しさはもちろん、フレーバーをイメージさせる柄にもシェフの高度な技術がキラリ。大切な人への贈り物はもちろん、自分用に購入してみては。本町駅2号出口から徒歩約5分。ぜひ行ってみて。最後まで見てくれてありがとう。もしよければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしく。